ナイトストライカー S。 往年のアーケードの名作がさまざまな新機軸を盛り込んでセガサターンでよみがえる。プレイヤーは戦闘用装甲マシンインターグレイに乗り込み、敵と戦闘しながら夜の街を駆け抜けていく。時期は地上では車のように、空中ではタイヤを収納して飛行形態に変形。さらに最終ラウンドでは変形およびオプションパーツとの合体も可能だ。ステージは全21ステージ。ステージクリア後の分岐を6ラウンド繰り返せばゲームクリアだ。市街地あり地下道ありとバラエティに富んだステージが次々と登場してプレイヤーを飽きさせない。アナログジョイスティックのミッションスティック対応なのでアーケード感覚で楽しめるナイトストライカー S は5800円で6月14日発売予定です。